はい、どうもトラキチの無課金覇王ロード阪神十戦編です。で今日でログインが、1744日目ですね。はい、現在2024年3月26日の15時23分なんですけども、いよいよね、グランドオープンということで、まずお知らせの方からねご覧いただきたいなと思うんですけども、ですね、選手追加で2024シリーズは新登場ということで、阪神がですね、大竹選手で島本選手で中野選手で近本選手、この4名出てますね。はい、ですね、僕島本選手お久しぶりだなという感じで、僕一応ね、以前出たやつ極みで持ってまして、称号用の A ランクもね2枚あるんでね、そうですね、ぜひ久しぶりに欲しいなと思ってます。はい、あと大竹選手とかね、近本選手、中野選手も、もう主力中の主力なんでね、ぜひ、早めにね取れればなと思ってます。はい、あとでまたねちょっと能力の方も見ていきたいなと思うんですけども、あと球春到来プレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト、これ来ましたね。はい、これ今回やりたいなと思います。ぜひね、先ほど言いました4名、阪神の選手ね来てくれたら嬉しいんですけどね。はい、でガチャも来てますね。グランドオープン10連福袋でヒートアップで、育成ストリートでしたね、一発目のイベントがね。はい、で V ロード感謝祭も来てますね。はい、まあ、育成ストリート僕1回、やったんですけども、まあそうですね、頑張ってやっていきたいなと思うんですけど、僕はそんなに好きなイベントではないですけども、でもまあね報酬いっぱいもらえますんでね、きっちりやっていきたいなと思います。はい、まあエースランク客勝報酬でありますし、このスターラインスコアがね僕ねいつもね最後ちょっと残ってしまう可能性あるんでね、これもなるべく取れるようにねいきたいなと思ってます。はい、アイテムボックスの方でもね結構いいのありますからね、特訓コーチとか特殊コーチね、はい、後々必ずいりますんでね取れればなと思います。はい、きっちりやっていきます。はい、それではね、まずは選手の方ですね、4選手、まず S ランクの選手ね見ていきたいなと思うんですけども、島本選手、はい、適正が中継ぎ S 9位74、制球70、スタミナ63ということで、まあ、先ほども言いましたように以前出たやつ極みでね持ってますしね、称号もあるんですけどね、はい、ぜひ久しぶりに欲しいですね。はい、大竹選手も来てますね。はい、先発適正 S9 位75、制球81、スタミナ76ついた感じですね。はい、で近本選手もそうですね、近本選手ミート79なんですね。はい、うん、80乗ってればねと思うんですけどもなかなかね乗ってくれませんね、乗してくれませんけども、まあ称号でミート A 可能という感じですね。はい、で中野選手は守備がセカンド、B、ダンド、中ダンド、ミート77、パワー67、走力80ということなんで、まあ、称号によっては、ミート走力どっちの A ね、狙えますんでね、そちらまあ狙えればなと思いますね。取れればね、はい。あと、まあ、A ランクで、桐敷選手来てますね、はい。まあ、A ランク、S ランクでは初登場ですかね、はい。桐敷選手もね、まあ、A ランク1枚はもちろん持ってないんでね、これからね、5枚以上また集めていきたいなと思いますけども、まあ、この、最初に出たっていうのはね、集めやすいですからね、まあそうですね、ゆくゆく集めていければなと思ってます。はい、で三重ちゃんノイジー選手って来てますね。はい、で村上選手ですね、村上選手69 69、で三冠さん79 79ですね。はい、まあ、同時ですけど A は乗ってないですね。はい、そういう感じですね。はい、他もいろいろ来てますけどね、またね後でじっくり見たいなと思います。はい、そういう感じですね。はい、まあ島本選手、大竹選手、近本選手、中野選手出てますんでね、もうそうですね、次の純正の最強決定戦で必ず必要になる選手たちなんでね、できれば、早めに集めていきたいなとは思ってます。はい、はい、それではね、こちらですね、球春到来プレゼントスカウト、お一人様1回限り無料で引ける10連スカウト、Sランク選手1人確定、これいきたいなと思います。はい、まあもうできればね、もう一発目から阪神の選手来てくれるのが、ね、一番嬉しいんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。それでは行きます、お願いします。お、阪神来い。さあ、お、超有力指名候補、さあいきなり来い、誰でもいいよ、誰来ても極めで継承できます、阪神やったらね。さあどうでしょう、うん、カメラ来い、カメラないな、やっぱりないなおお、マークと、おい、加藤選手、日本ハム A ランク来ましたね、いいですよ、もっと来い、もう一枚、
お、木浪選手の B ランク。さあ、来い。おー、来て来て、いいよ。マルティネス選手、またね、ジハム。はい。一本、二人来ましたね。はい、A ランクね。はい。阪神も来い。もう一枚。あ、ないか。はい。最後、S ランク来ます。阪神、お願いします。吉川選手。巨人ですね。はい。いや、阪神、来ませんでしたね。やっぱりね。やっぱり来ませんでしたけど。まあ、一応でも、A ランク2枚来てます。はい。加藤選手。マルティネス選手、どちらも2ジャムですけどね、来てますんでね、まあまあ、いいガチャやったかなと思いますね、はい、無料10年ですからね、はい、よかったです。はい、まあ、今回こんな感じですね、一応、まあ、グランドオープンということで、まあ、いよいよ、2024シリーズ1始まりますんでね、まあ、結構最初から阪神、強い選手といいますか、そうですね、主力の選手も出てますんでね、まあ、後々、まあ、契約書も貯めてる契約書も一応ありますんでね、また近々やりますんでね、開封していきたいなと思ってますんで、それで出てくれればなと思ってますね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。